はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ミストサバイバルの続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、前回はバージョン 0.3.3 をプレイしたんですけども、あれからですね、いろいろと不具合がまたあったらしくて、その修正とかで少し追加点とかですかね、そういうのがあったらしくて、バージョンが 0.3.6 に、アップデートされましたね。で早速前回の続きをプレイしていきたいと思います。はい、0.3.6 にですねアップデートされて、この拠点ですね、ホワイトハウスの拠点に家具が設置されたというか戻ってきたっていう感じですかね。もともと前のバージョンには家具がある程度設置されていたんですけども、こんな感じでまた家具が設置されたっていう感じですかね。前はなんかこの上にもあったような気がしましたけども、であとはこの目の前の赤い車ですね。これはあの前のバージョンの時は後ろにこんな感じで物を乗せられる車だったんで、すごく便利だったんですよね。でアップデート 0.3 にアップデートされて、後ろに物が積めなくなっていたんですけども、どうやらそれは不具合だったらしくて、バグだったらしくて、でそれが修正されたっていうことですね。でまた乗っけられるようになったと。であとはですね、あとはこのワークベンチでこのじょうろですね、じょうろが作れるようになった。多分これを使って、畑とかに水をやって作物を育てるんだと思うんですけども、まだ畑が完成してないんで、とりあえずスルーしておきましょうかね。後で作りましょう、これは。そんな感じですかね。では今回はそうですね、ちょっと散歩しましょうか。レイチェルさん探しの旅と、でどうやらリボルバーが追加されてるらしいんですよ、スチームを見たら。銃はまあ作れないんで拾うわけでだと思うんですけども、バンディットを倒して奪うのか、新しいマップに行かないとないのか、ちょっと分かんないんですけどね。できればそのリボルバー作りたいですね。弾はでも弾ないんですよ、リボルバーの。リボルバーって44とか45だと思うんですけどね。とりあえずレイチェルさん探しの旅をしながらリボルバーゲットできたらいいかなっていう感じで行きましょう。ちょっと一回セーブ。はい、どっち行きましょうかね。前回は、でも今一応もじゃがいも、とりあえずこの辺に、
ああ、飛んでった。飛んでった。向こう側も気になりますけど、前回倒したバンディットのこの道路の先行ってみようかなと思います。あ、痛い痛い痛い、やめてやめてやめて。で、これがですね、前もあったモーテル。だいぶ見た目が変わりましたね。で、これ、この空中に、これがですね、空中に物が浮かんでるんですよ。これが前のバージョンのセーブデータを引っ越したことによる弊害。いろいろこうコメントとかですね、見てるとですね、なんか初めからやった方が皆さん楽しんでるような感じするんですよね。こう一から試行錯誤して、なんか俺ズルでやってるんじゃないかっていう気がして、僕もね、いつか初めからやりたいですね。でですね、なんかスチームに書いてあったんですけど、モーテルにミニクエストがあるって書いてあったような。敵は？ここじゃないのかな。なんかね、モーテルに鍵付きの、あ、これか。なんか番号をゲットすることができれば開けることができるのかな。どっかで見つけろってことですね。これをモーテルにやるのか、それも誰かが持ってるのか。まあ、ちょっと後回しですね。今回はレイチェルさんを
探す旅なので、あ、もしかしてこういう中にあるのかな、リボルバー。熊に注意の看板があるんで、でガソリンスタンド、これもこんなとこには前はなかったですけどね。あっ、あ、熊いる。ちょっとお肉取っていきましょうか。あー危ない。お肉を、よし、向こう側にも道があるけど、とりあえず道路沿いを。ちょっと待って、これもあれかな、前のセーブデータを引っ越してきた影響かな。車が家に突っ込んでる。何のマーク？トラックダメですよマークかな。向こう側にも道があって、あ、相変わらずこっちは行けないんだ。じゃあ左側、こっち側に行くと、前のバージョンの、位置の関係だとしたら農場がこっち側だったと思うんですけどね。あ、なんだあれ、ちょっとデカめの建物、バンディ、ちょっと降りてみよう。
バンディットはいなそうですね。これどうやって、あったあった、あでもこことかいいんじゃないですか。この辺に自分で拠点作って、守りやすそうだし、ドアは閉まるのかな。あ、閉まらないんだ。いやでもここありですね。よいしょ。特にアイテムはないですね。で、うん？やばい、これちょっと俺迷ってきたな。だってあんまり、一回ちょっと戻って、こっから左に行くと道路に戻れる。同じかな。あ、なんかさらに、あ、いけないか。農場がなくなってるんじゃないかな、ひょっとして。全く見たことない地形になってるから。そして暗い。暗いなあ。あ、なんか建物があるな。
画か怪しい。ちょっとこの辺で止めよう。一応セーブして、結構立派な家です。いて、なんだ、バンディットがいる。いやー、3分の2ぐらい持っていかれたんだけど。あ、その給水塔か。あ、いる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 。待って、これどうなってる？待って、なんかバグったぞ。あれ、なんか俺のスナイパーおかしくなったな。ちょっと違う武器に変えて。よしよし。あれ、給水塔？ああ。よし！外した。おう。ここにいるんじゃないかな。高台も怖い。あ、いる。上のやつ降りてきたかな。ライフルはいらないな。マグナムないかな。マグナム死体の後ろとかに銃転がってないかな。
あれ、なんかこういうとこにいそうなんですけどね。囚われて。あ、目玉マーク。まだ家の中にいるな。あ、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。そこにいる。どっち側から攻めよう。ちょっとこっちの丘の上から。でっかいな。あ、なんか撃たれてるような気がする。あ、いるいるいる。え？あはい、どっかからスナイプされましたね。まずはこの給水塔を倒して、ここまでは OK。で、こっち側上がっていったらどっかから撃たれたんで。あいつかな？いるな、上に。もうちょっとこっち来い。ダメだ、当たらないな。あ、まだいる。あ、くそ。
あの上のやつ倒したいな。無理か。内側から。開いて。かぶねえ。あとあの上にもいんのかな。スナイパー危険だな。本屋見えないけど、やばい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 。いっぱい出てきたぞ。やばい、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 やばい。
めちゃくちゃいる。これなんかサイトとかパーツつけれればいいんですけどね。めちゃくちゃ撃ってる。他にもいる。おお。ああ。はい、どっかからスナイプされましたね。まだどっかにいるな、スナイパーが。まずは、外した。当たらん。え？当たった。うわ、いっぱいいるな。あ、くそ。そこにいるんだけど。あよし。おう。あ、いる。あ、家の中にもいるな。なんか影が見える。
理か。こっから当てれないな。給水塔奪っちゃおうか。いやー、バンディットが、の数が半端じゃないですね。ここ通りす、ああ。あれ？むずい。よし。あ！え？銃声すら聞こえなかったんだけど。はい、銃声が聞こえなかったですね。どこから撃たれたのか。あ、いる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 。後ろにいっぱいいるな、建物の。で、まずあの上にいるのを倒したいんだけど、ここで給水塔に登ったらさっきと同じになるんで、どこかに。あー、外した。隙間は多分当たらないな。
あれ？上にいるやついなくなったかな？あ、いるいる。ここから無理だな。この上から登れないか。ああ、距離が離れすぎてるかな、ここだと。表示されないのかもしれない。どうやって攻め込んでいいのかわからないな。いや、参ったな。どうやって倒していい？向こう側にもいるかな。いや、もう一回上がってみよう。上に上がって一旦給水塔の裏に、よし。あ、いるいる。あいつじゃないかな、俺さっきやられたの。あ、いるいるいる。で、あとは、あ、撃ってる。痛い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 。どんな反応してんだよ。どっから、なんかすごく近いぞ。近い近い近い。マジで。とりあえず上のやつをやりたい。
ちょうどね、頭が。あ、くそ。あ、くそ。やるなぁ。当たらん。次通り過ぎた時に当てる。すごく近い銃声が。外した。どうした？よしよし。上にいるやつは倒したよ。近い近い近い。これちょっとやばいちょっとやばいような気がする。包囲されてしまった。もう逃げ場はないから。あいつある。よし。ちょっと言い過ぎじゃないか。あっぶな。よし。あ、まだいる。よし。あそこだ。まだいる？だんだん暗くて見えなくなってきたよ。あ、いるいるいる。え？よし。マズルフラッシュが。パッと見た感じはもういないんだけど。ここでセーブして、もう暗くて見えない。よし、勇気を出して。あら、死体消えてしまうな。
いやでもこれスナイパーライフル僕持ってたから良かったけど、スナイパーライフルない状態の攻略は難しいんじゃないかな。ライフルはいらない。家の中入ってみようか。早くしないと夜襲ってくるのが。ここにいないかな、レイチェルさん。うわー、すごい家だ。めちゃくちゃ怖い。まだ生き残ってるのがいたら大変だこれ。あら、いない。アイテムすらないんじゃない？ロックピック使ったのに。何にもない。ちょっと待ってくれ。アイテムすらないもんな。はい。では今回この辺ですかね。今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。